眠たいわ。 I'm sleepy。 3連休なん。はあ、はい、やっほ、眠いですけど、配信もう寝たら多分もう明日の朝なので、配信しよう。もうこれで寝たら明日の朝なので、耐えて耐えてね。配信で起きる。こちら、こちらは朝よ。そう、調子乗っていないやんみたいな。起き、そんな寝るわけないじゃんとか言って寝たら本当に明日の朝とかになってる。皆さんやっほーね、ありがとうございます。うわー、たくさん、ゆいちさんもありがとう、コバさんもありがとう、すごいね、シルガル、わらびもちさんもありがとう、トトラハートありがとう、嘘でしょ、コバさん、ポンコツさんありがとう、バリーさんありがとう、かゆいここが、パクチンさんありがとう、コバさんありがとう、バリーさんありがとう、うわー、たくさんいただくわ、たくさんいただいてるわ。シンプルに佐々木さんありがとう、コバさんありがとう。まだお家帰ってきてもう何にも、汗めっちゃかいちゃったわ今日も。油取り紙して整えていこうかな。油取り紙の開発者さんすごいよね。コバさん、バリーさんありがとう、アキさんもリコチの顔が好きです。もうそれはもうめちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。ありがとう。コバさんもバリーさんもありがとう。I'm in New York。アットジャムの自主練しないと。バリーさんありがとう。シンプルに佐々木さんもありがとう。そう、私ゆでもちだから。マリーさんありがとう、貝柱さんありがとう、コウトキさんもありがとう。今日はね、京都って暑かったわねめっちゃ鼻がほっそりほっそりしてる人になった。ああ、お肌がすっきりしました。バリーさんありがとう、コバさんもありがとう。想定外の早さ今日ね、ほんと配信早め。ここお家に帰ってきてもうずーっとゴロゴロしてたんだけど、今はもうゴロゴロを卒業して、6時になったし配信しよう。おでこにパウダーをはたいて前髪もサラサラにするね。パリーさんありがとう、石油王なの私。ひがなおさんありがとう。ゆでもちよ、うらやましい。みんなもいつかゆでもちになれるわよ。
上から目線。はい、オッケー。ふう、引き返った。ふまひとしさん、バリーさん、ひがなおさん、ありがとう。優しい。お空がさ、どんどん暗くなっていくんじゃない。イザイシンさん、マリーさん、ニューヨークはモーニング。コバさん、キハさん、ありがとう。ちょっと目が乾燥しています。赤色の目薬さした。ビタミンみたいな、いかにもなんか医薬品ですみたいな目薬。おへそさん、愛してる、ありがとう。バリーさん、コバさん、ありがとう。優しいね。汗止めパウダー、そう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 、顔サラサラパウダーです。片栗粉。バリーさん、ありがとう。コバさんもありがとう。ショールームのフォロー嬉しい。コバさん、バリーさん、ありがとう。シルダル、夜になるの早くなってきたね。7時ぐらいまで明るかったのにね、前まで。でさ、着々と秋になるさ、準備はさ、進みようよ。リカコちゃん、かわいい、ありがとうね。バリーさんもありがとう。シルダル、お疲れ。袋に詰められた夏のような世間では。いや、今から実は歯磨きしたかったんだけど、ちょっと唇に色あった方がいいかなと思って、一旦納得。バリーさん、ありがとうね。シルダル、やばい、もうゴロゴロしていいですか。おじは茶色なの、目薬。あ、若い子の目薬、確かにピンクのイメージあれでしょ、なんかピンク色のやつがあるよね。これはもうミニマリストの目薬、シンプルラバーの目薬だから、シンプルが好きな人の目薬はこれ。遥か先へ、ズルルズルルルルルルル。バリーさん、コバさん、シルダル、ありがとう。日本は夕焼けが綺麗で、マジで？いや、これ朝焼けだから、ニューヨークの。ニューヨークのこれ朝焼け。ミックスナッツ食べたい。隠し事だらけ、継ぎはぎだらけのホームユノ。バリーさん、シルダル、ありがとう。メキヤ君、愛してる。ありがとうやで。隠し事がだけ、マルトモちゃんもありがとう。シルダル、ミオさんもありがとう。シルダル、あ、追いついた。コバさんもシルダル、ありがとう。ガラガラさせろー。やばい、間違えて止めちゃった、消しちゃった。あ、なんだこれ、画面が真っ暗。なんだこれ。あー、もうわかんない。なんか今私を朝具合悪いので悩ませた引く枕のに立てかけてる。あ、来たんじゃね、うん、どう、生き返ってる。これ画面真っ暗になったよね、さっき。何だったの、私がゴロゴロし始めたからかな。これやばいよね、おばあちゃん家の枕って感じ。
バリーさん、ミオさん、コバさん、超ありがとう。うわ眠っ。バリーさん、コバさん、たくさんありがとう。朝の6時だよ。朝の6時が。パリーさん、トラッキーさん、コバさん、ありがとね。ねえねえ、なんでさ、南半球は今冬で、で北半球は今夏なの？なんで南と北で季節が分かれてんの？パリーさん、コバさん、ありがとう。具合は良くなりました。マジで良かった。今具合超いい。やっぱ枕ってさ大事だね、本当に。許す、マジペラペラ枕、いい画角だね。私も落ち着き画角やわこれ。和風、バリーさん、コバさん、ありがとう。おはよう。なんか LINE 来よる。怖いな。バリーさん、コバさん、ありがとう。メールとかかもしんないけど、コバさん、しんいちさん、バリーさん、おい、紛れ込んでた。バリーさん、ありがとう。シルダル、コバさんもシルダル、ありがとう。カエルさんもありがとう。赤道が関係してそう。確かに。え？太陽の高さ？ほう。周りよるっけ？バリーさん、マッシャンさん。遥か先へ。え？ポキちゃん、お食事行きましょう。ポキシュン。地球の軸が太陽に対して斜めだからです。ほう。はあ。地球の軸が太陽に対して斜めだからです。ほう。あ、やけーってことか。面白い。ファーリーさん、ありがとう。つまり太陽に対してって回ってるってこと？うずらの卵最高じゃん。ね、うずらの卵皮まで食べるって知ってた？それ知ってさ、私さもうびっくりなんだけど、信じらんない。うずらの卵を皮まで、皮ごと殻ごと炒めますみたいなレシピ見て、はぁ、私はびっくり。コバさん、バリーさん、絶対おせんべいみたいな感じなのかな、なんかエビの甲羅みたいな。軸が傾いてるのが味噌。じゃあ地球、ま、あのさ、日本が夏でもオーストラリアが冬でも地球はみんな丸いんだ。みんな一緒に地球にいる生き物なんだね。みんなも。バリーさん、ありがとう。シルダルちゃん、そう、さっきご飯食べて、エマスさんの配信も見に来た。ご飯食べてこんな眠いんよ。コバさん、本日初ご飯、ヘビになった気分になりそう。ウケる。超ポジティブじゃん。でもさ、ヘビでも辛さはへーって吐いてるよ。びっくりじゃない？そこは嫌なんかいって。卵の白身と黄身だけを上手に食べて、潰れた卵の殻はペッて出してる。クニちゃん、マリーさん、コバさん、ありがとう。眠眠です。寝落ちしたら終わるわ。コ
ばさんもシルダラありがとう。あ、追いついた。地球って不思議。でもさ、でもさ、なんでさ、暑いところとかさ寒いところとかさ分かれてんの？でもさ、それはさ、なんか、あ、熱帯地方とかさ、熱帯とかさ、なんか気候とかがさ関係してるじゃん。なんかツンドラみたいな、なんかさ知らんけどツンドラ気候とかなんかあるじゃん。あ、寒帯とか寒帯とか。コバさん、カラスさん、サンソンさん、それはさ、え、ツンベは好き。え、なんでさ、なんでさ、あ、八宝菜に入ってるうずらの卵めっちゃ美味しいよね。え、なんでさ、なんでさ、そんな変わるの？同じ地球なのに、同じ地球なのにさ、丸いからみんな一緒じゃないの？太陽がまっすぐ明るか斜めに当たるか。あ、そういうこと？やっぱ太陽が大事なの。じゃあコバさんありがとう、こうシルダル、タコミンさんハートありがとう。地球が傾いてるから。じゃあさ、地球のさ全ての地に平等に太陽の光が降り注ぐってわけじゃないの？コバさん、シルダルありがとう。何、傷つけない方法、どうしたの？地球はだって球体じゃん、回ってるじゃん。え、一日中日が沈まないとこもあるので。じゃあさ、めっちゃ私たちが生まれた場所ってさ結構報われてるって、恵まれてない？日本ってめっちゃいいとこじゃん。ならトラッキーさんありがとう、シルダル。回ってるのに地球は。日本めちゃくちゃ恵まれてるよね。だよね。いや、日本は絶対だって、アイドルっていう文化が生まれたもん、日本だぞ。そう、四季があるのも素敵、本当だぞ。電車は5分に1回来るし、これ東京の話いや素敵だよ。そんな物価が高いわけじゃないし、日本ってきっと、まあ所得がどうなのかわかんないけど、でも本当にだって税金たくさんあるけど、よくわかんないけどさ、生卵に納豆？そう、水もきれいだよ。でインターネットもあるから、ほら Wi-Fi あってつなげ放題。北極点と南極点の軸に 23.4 度傾いてる。おお、マジか。そう、日本には私がいるからさ。いや、今ニューヨークだけど。あ、汗。いや、だって納豆美味しいって私は感じるけど、納豆食べたことない人からしたらもういい。でもさ、私たちがシュールストレミングを食べれるか食べない、食べれないかの違いなのかな、もしかして。納豆が好きなアメリカの人ってどんな感じの、本当に純粋に納豆美味しいって感じてくれてるのかな。アップさんありがとう、ハート。やばい、なんでこんな哲学的なこと考えてんの。水道水飲む大好きだもん、私水道水で育ったよね。え、あくびしちゃった。赤道圏は太陽と傾いてないから年間ではない。あ、そういうこと？なるほどね。じゃあ赤道って最高じゃん。ヒロピーさん、誰もありがとう。バチカン一国は寿司と納豆、外国人の中で健康食品と思ってね。でも確かに寿司も納豆も健康だよね。そう、ニューヨークの朝哲学を語りたくなるの。そっそ、ヒロピーさんありがとう、トトラーもありがとう。
眠いっけ。キティちゃんよマジで。あのキティちゃん絶対ちょっとシャンプーしてあげてほしいな。チャオソーにあくびできて偉いねって。うん、水道水美味しいよ。ダベさんハートありがとう。わかる、お布団がマジで気持ちよい。寒いです。異国の空を見つめて孤独を抱きしめた。コダック。あー私マジ寝ちゃうかも。マジでこれだけは NG。 枕買い替えてから眠りが浅くて悲しい。私じゃん。今朝てか2日連続薄い枕で寝て今日気づいたけど、マジで薄っぺらい枕のせいで具合悪かった。朝昨日も今日の朝もありがとう。やっぱ水道水ガブ飲みです。でも2日で気づいたよ。あ、枕のせいだって。いやだって異常にペラペラだもん。ボヤキーさんありがとう。マジリカちゃんの枕かってぐらい。リカちゃん人形よ。メルちゃんとかさ。ニョッキンミレンさんタコありがとう。眠すぎる。これマジ良き。 This is good actually better than anything。 ニョッキンミルンさんありがとう。スノーありがとう。安心してよ、この枕はみんなの安全枕だから。ユカルトのユカルト線飲むしかない。もね、連絡ほうれん草大事ですから。リカちゃんとメルちゃんも人形さんの枕。ぼやぼやさんありがとう。シルダル速攻元気飲むしかない。今ね連絡してるの。ほうれん草パリーさんありがとう。シルダルちゃん、カズさんシルダルありがとう。ちゃん
バリバリさんありがとう。シルダル、ほうれん草育ててるよ。スペナッチ、オリちゃんちありがとう。シルダル、インスタグラム今日は何を投稿しようかな。ほうれん草は英語でスピナッチ。いや、やっぱ鬼塚タイガーは可愛いスニーカーだわ。急に、ニャッキンミルンさんお手紙ありがとう。ありがとうね。バリーさんもありがとう。インスタフォロー嬉しいです。 What's your name? My name is Heritage and Patrick Butterfly Patrick。 ネイティブすぎてなんて言ったらか聞こえないやつ。遥か先へ進め、ルル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 ル。なんかさ、昨日のツイートの昨日のツイートで、あ、昨日のインスタグラムの4枚目の写真好きな人多いね。一回ツイッターにも載せたんだけど、その時もなんかめっちゃ大人気で、もうコメント欄で4枚目かわいいねみたいな、4枚目の笑顔が素敵だみたいな。何がいいんだろう、何が違うの今は。ほうれん草ケンタロウさん、知らない。それケンタ食堂じゃない人、常夜鍋ってあんの。まぶたが、タンタラルンタンタ、絶対に寝るな。ヒゲダンだよ。先へ進め、じゃあこれ歌ってあげる。歌ったら私って目覚めるタイプじゃん。 Yesterday。 やばい、はるかはるか先へ進め、身勝手すぎる恋だと世界が後ろから指さしても、振り向かず進め、必死で君のもとへ急ぐよ。道の途中で聞こえた SOS、 気づかないふりで。ぽいぽいぽいよ、こんな歌。ケンシロウさんありがとう。あれ、ケンタロウさん常夜鍋は。バーリーさんありがとう。シルダル、もう眠眠。今日は、あ、今日は遥か先へ進め。今日めっちゃ早寝しちゃろういね。ほうれん草食べれる？私ほうれん草のおひたしめっちゃ好き。お醤油と鰹節食べて、ごまでもあえちゃったらもう Love you 竹内先輩、宝珠二個上の先輩。バリーさんありがとう。ちょっと静かにした方がいい気がして。イエスで歌うと歌詞はそこしか知らない、マジです。3枚目がリコチっぽい、嬉しい。音源流れちゃった。あれ、カラオケ採点機能された。アレンジしちゃったよね多分。だけどあんま歌えてないはずなんだよね。眠い時のさ、そうよ。伊藤まみたすさんありがとう。ハートぽいよね、ぽい歌。115万黄色のフィルム歌っちゃあげるよ。目の奥にある
フィルムで映す映画の話さあね。バリーさん、シルダルちゃん、ありがとう。やばい、ジェイソン先輩来る。やばい、この時間やばいね。ジェイソン No more Jason please。 ツーデスさん、ありがとう。優しいね、銀色の世界。キヨニー、ありがとう。陽気だよ。ほうれん草の卵とじなんだよ。え、私玉ねぎの卵とじ好き。じゃあいくよいくよ。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で、監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さあ。ピャー、わかる、私も楽しみ。つかんくだらないなと笑ったなら、つかみはそれで万事 OK。 呆れていないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。いや、卵とじしたら何でも美味しいよね。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして、手を握って、マヨラーじゃん。ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ、写真にも映せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう。とりあえず今のところは。いや、いい歌に決まってんだろ。神歌、神歌、ゴッソング、ゴッソング。ガチ歌？じゃあ今からな、ミックスナッツ歌ってあげるね、じゃあ。やばいよね。でも、私はバウンディが一番好きですからね。忘れないでほしい。私は今、バウンディの虜だから。バウンディさんね。バーリーさん、ありがとう。シルダルちゃん。でもマジでオフィシャルフィゲダンオフィシャルフィゲダンディズムさんも大好き。トトラー、バリーさん、ツーデスさん、もうみんなありがとう。盛り上げ隊だね。オリちゃんち、ウジンさんもありがとう。ユージンかもしれない。ユージーン、スタンドバイユー、あー、わかる。私もあれはホムンクルス、あれさあれさ、これ絶対ホムンクルス絶対歌えない気がする。へえ、さっき、私実はお蕎麦屋さん行ってたんですけど、さっきお蕎麦屋さんで猫、なんか犬かキャットかで一生喧嘩しようなみたいな歌を聞いてた。マジか、こんな歌詞書けるんだ、すごいと思った。踊り子が好き？怪獣の鼻歌が好き？もう大好き全部。ありがとね。マジ私が褒められてる気分になるから。犬よ。犬かキャットか。犬よ。B ショッパンさん、ファイト、ありがとう。お疲れもありがとう。キャット。クジラトさんもありがとう。じゃあ。目の奥にあるフィルムで。いくよいくよ。ピーナッツピーナッツ、袋に詰められた夏のような、世間では誰もがそれぞれ出会った誰かと寄り添い合ってる、そこに紛れ込んだ僕らはピーナッツ、
みたいに気の振り身の振りしながら微笑み浮かべてる幸せのテンプレートの上文字通りに絵に描いた上辺面テーブルを鏡手を合わすその時さえありのままではいられない、hey, ママ隠し事だらけ継ぎはぎだらけのホームやな強豪突破したよね噛み砕いてもなくならない本音が歯に挟まったまま不安だらけ継ぎはぎなりゆき任せのライフ得ないのかりそめまみれの日常だけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくじゃあアーニャボイスでいくねアーニャアーニャ隠し事だらけ継ぎはぎだらけのホーム You know ちょっとおじゃる丸も入ってた噛み砕いてもなくならない骨が絶対もうおじゃる丸になってたあにゃ骨が肺に挟まったままもう無理だあにゃになれないよおじゃる丸だもうおじゃマロのプリン隠し事だらけ次はぎだらけのホーム You know 噛み砕いてもなくならない骨が歯に挟まったまま不安だらけなりゆき任せの Life and I know なんかちょっとアレンジしたカリソマまみれの日常をだけどここに僕がいてあなたがいるこの真実だけでも胃がもたれてゆくおいしゃ Thank you ちょっとなんかバンド風に Thank you っていう Thank you Thank youもっと騒げ怪獣の歌バウンディさんおすすめ曲は私一番好きだったのは不可抗力うわ今めちゃめちゃなんかとろけた顔の特技とろけた顔とろけた顔めっちゃとろけた顔じゃない？おいやおお顎出さないでほしいよねおじゃる丸するとき可愛いが飛んできたちょっと嬉しいかもしれないベリーダンスって何？もう八五の歌っぽいそれは怪獣の鼻歌ねしかも鼻歌なんだねってあとはいや怪獣の鼻歌も好きだしあとはね花占いも好きだしあとはなんかね病名恋煩いみたいなやつなんだっけね恋風に乗せてだ恋風に乗せて病名恋煩いは私が中学校か高校生だった時のハニーワークスの歌なハニーワークスは青春でしたバリーさんシルダルありがとうブリンバンバンブリンバンブリンバンブリンパンパンブリンパンパンちょっとテンション受けるよねもうね眠気覚めたわバリーさんありがとうミラボルちゃん間違えた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 ゴルダルシルダルあやかちゃんシルダルありがとうあらトトラかわいいありがとうおじゃでたな、コーニメラーデンボ一番得意バリーさんありがとう、あ、でもうわぁ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 これ違うよ、チューニングねあ、はなかっぱ
しゅんかしゅうとわさひるぼう花咲けぱっかんうーかいか。花かっぱ大好き。花かっぱ多分一番のお箱だよね。隠しゴートだらけ。多分もう超得意。喉もあんま負担かかんない。電ボが一番喉に負担かかる。ゲタなコーディベラー。マジ痛い、これ痛い。マジ喉の音、もう僕の口蓋水がなってるからそうだからよくない。あとね、線を出せ、これも大好き。線を出せ、線を出せ、大好き。このカエルね、隠しもうダメだ。もう多分なんか電ボ、おじゃる丸、はなかっぱあたりが出てくるからダメ。線を出せ、隠しゴアチョだらけ。ダメだもう。タコミンありがとう。あしゅんが、あしゅんが、シュート、わさひる、ぼう。バリーさん、ありがとう、シルダル。あしゅんが、成田のせんじ、かわいい、ありがとう。あなた、あなただったのね。あなた、あなた、トトロっていうのね。あなた、メイ怖くないもん。ハワハワハワ、トゥルルトゥルルトゥルル、はなかっぱじゃん。わやんはやんやんふやがやん、ももかっぱちゃん。マリーさんありがとうね。これどんな気持ちで見たし、私の配信見たの、みんな。お花ちゃんさむ、かわいい、ありがとう。おぼどんわんは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 ん、ももかっぱちゃん。ちょっと成人はなかっぱじゃない。ももかっぱちゃん、あそぼう、お母さん、ふん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 、ただいま、お母さん、お父さん、おじいちゃんどんな気持ちでも、何面白い女投げた。コバさんありがとう、知るだれ。おはようのオーディション、おはようのツーです、ありがとう、知るだれ。もうイーテレすぎるって。バリーさんありがとう、ツーですさんありがとう。声質が似てるんだろうね、多分はなかっぱと。だから私はなかっぱなんだよ。でもね、もう大好き、はなかっぱが一番。違う、私の青春お猿のジョージだから。どちらかって言ったらマジお猿のジョージガチ勢だったからね。私土曜日、マジ小学生の頃も多分中学生の時も、土曜日の朝8時15分からのお猿のジョージは絶対欠かさず見てた。ほう、パピポンちゃんありがとう。バリーさんもありがとう。あんたバカ、バカ信じ、こっちも大好きだよ。二代目はなかっぱ入れる？リコチ寝ているの大丈夫？この元気さでこんな喋ってて、眠たくてゴロゴロしてたんだけどね。良きです。カゼさんありがとう、クジラトさんもありがとう。もうピカーン、お目目開いた。お花ちゃんさま、タコありがとう。トラッキーさんもありがとう。お花ちゃんさま、面白い女ありがとう。全然全米じゃもらいの、マジで大好き。お団子だんだんだだんごだんだよね。メロンパンさんありがとう。キューピッド、あ、めっちゃ面白い、やったぜ。似てる、めっちゃ似てる、嬉しいんだけど。バリーさんありがとう、シルダル、面白い女。他何ができるかな。キョン、あんた、あんた夏休みは何すんのよ。キョンくん、キョンくん、カーくん、エリックスさん、小顔タンさん、フーグトクーン、フーグトクーン、ヘツジのシャーン、ヘツジのシャーン、ラブ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 
ガサガサしてる。僕アンパンマン大好き。小顔タンさん、バーリーさん、ありがとう。ヘツジのシャーン、ヘツジのシャーン、なんなん、めめめくろめくろろ。お風呂スキーできないよ、成人男性じゃん。お風呼んだ、呼んだよね。あ、呼んでない、そっか。じゃあまた明日。ダランテラララララララ。もうね、これおじゃる丸様、おじゃる丸様、やばい喉痛い、もう口外水、おじゃる丸様、もうやばいやばいやばい。電ボー丸のプリン、ブエッ。何今の、口外水の揺れのせいで、髪ボサボサ、口外水の揺れのせいで、なんかもう、ねえねえ、スニッカーズ買ったんだけど食べる？ヘイヘイ、私さ、スニッカーズ大好きなんだよね。ブラックサンダーかスニッカーズかって言われたら選べないけど、今日はスニッカーズにしました。バリーさん、ありがとう。シルバール、シルバール、スニッカーズみたいな感じ言っちゃった。シルダール、枕の高さはいいよ。俺ね、一応やけどね、22やけね、こんな元気やけど。ふわふわふわ、花沢さんはね、磯野くん、磯野くん、磯野くん、絶対嘘。バリーさん、シルダルありがとう。スニッカーズ食べるね。あー、寝るか食べるかどっちかにしなさい。はい、ノラさんありがとうね。花沢絵も、え、ドラえもんできるようになりたいな。のび太くん、のび太くん、袋に詰められた。Oh, good smell.マリーさんありがとう。え、私何歳に見えんの？いただきます。うん、マジ？怖い、リコ大好き、ありがとう。書いてあったの？うん、ナッツがのび太くんになっちゃったの。100回目まして、ツインピーマンさんありがとう。めっちゃ来てくれてんじゃん。おいしい。コバシャン、ありがとう。
しいな。寝ながら食べてすんめん、まことにすいまめん、ごめんすめん。バリーさんありがとう。シルダル、マジ？うん、こぼしてないよ。やっぱスニッカーズしか勝たんね。このなんかチューウィー溶けない。メール送り始めようかな。歌舞伎揚げも、歌舞伎揚げも美味しいよね。明日の花は誰のもの公演はいませんが、なんか速攻元気で応援隊ん速攻元気らしいよ。あるらしい、配られるらしいよ。うわー好きだなー、この頃の STU。 2部にはないらしい。まあね、心は私いるので速攻元気。めっちゃ眠かったよ。アットジャムってなんかジャムみたいで美味しそう。パンに塗りたくなる。明日会場どこなんですか？あ、明日から応援ビジュアルなんだね。オッケー。誰が当選したんだろう。体調めっちゃいいよ。ありがとうね。朝は心配かけたと思う。もう低い枕コリコリだぜ。ヒューリックホールどんな、どこそれは。土地は。バリーさんありがとう。シルダルちゃんすごい、もうたくさんシルダルもらってる。こんな寝ながらな。うわ、ありがとう。今見れなかった。有楽町、お、あ、東京駅から近い。有楽町ね。I know you 楽町。肌綺麗、嬉しいです。めっちゃ嬉しい。お肌褒められるの嬉しいな。銀座の隣だって。丸の内線の銀座駅から近い。ねえねえ、何個あんの線東京って。山手線、有楽町線もあるよね。都営三田線とか。シンプルに可愛い。ありがとやで。
わかりません。ちゃんと分かって、今ちゃんとやってんだから。都営浅草線もあんの？はあ。銀座線もあるよね。都営江戸線？お、あ、銀座線来た。え、都営何個あんねん。やん、バリーさんありがとう。え、東西線知らない。何これ、副都心線か。あわあ、東武東上線、何それ。日比谷線、え、世田谷線とかあんの。富山田線行ったし、丸の内線多分出た。南北線なんてあんの。都営は四路線、あ、そうなんだ。千代田線ね、副都心線出た。え、東西線、怖いよ。じゃあちょっと調べてみよう、何個線があんの。東京、種類、平行線、あ、半蔵門線ね。キラースルーって何？何何、全然読んでない。バリーさんありがとう、シルダル。あ、千代田線、へえ、え、別の世界で、え、キラースルーって何？私多分ね、あの、あれよ、冗談通じないタイプだから、あの、安心して。東京メトロたくさんあるんだね。丸の内線、銀座線、千代田線、東西線、南北線、日比谷線、半蔵門線、有楽町線、副都心線、あ、メトロもう全部出たね。じゃあ、え、怖い、もう100個ぐらいある、わかんない。 JR 京浜東北線だ。横浜線、総武線、総武線、総武本線、中央本線、えぐっ。JR 25路線、私鉄なんちゃら51、都営6、はなんちゃら3。なんか眠さがまた復活してきたような気がする。高輪ゲートウェイ、通りも覆すような、ドルル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 。じゃあ私が一番好きな駅の名前言うね。ね、それこそ高輪ゲートウェイかもしれん。どんな、え、駅の名前なんなんみたいなさ、あるじゃん。東京駅名前、あー、
高輪ゲートウェイかな。何天王州アイル駅なんじゃそりゃ。一番好きかもそれ。うん、じゃあ行きます。高田のババ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 めっちゃ言いたくなっちゃう。天王洲アイル、ほぉー、なんじゃそれ。西日暮里、日暮里、待って待って、おかちまち好き、おかちまち大好き、おかちまち、おかちまち、なんでおかちまち、おかちまちって何これ、おかちまちなんで知ってるんだろう。あ、これか、おかちまち、マジおかちまち好きです、おかちまち。え、ねえ、なんでなんで私の好きなの知ってるの。おかちまち、おかちまち、今ね、山手線出てるよ。うぐいす谷やばいね、うぐいす谷好きね。あ、秋葉原の隣、神田はなんとなく好きです。私、え、じゃあ私が知らない田町知ってます。この山手線だったら駒込です。駒込も好きです。池袋は知ってます、新宿も知ってますし、渋谷も知ってる、品川も知ってる、東京も知ってる、上野も知ってる。あー、国会議事堂前いいですね、国会議事堂前かっこよすぎん。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、お茶の水は、お茶の水、バーイ、目黒、恵比寿、やば、もうやばいよね。白金ゲートウェイなんてあんの、どこもゲートウェイね。お茶の水やばくない、アザブ十番やばいね。ため池さんのやばい、ため池さんの大好き、ため池さんのやばいね。私もそれめっちゃ頭の中に思い浮かんでたんだけど出てこなかった。普通に浅草とかも好きです、浅草、美濃和とか好きです、美濃和。あ、最寄りなの、何、九段下とかあんの、九段下、九段下、代官山やばいね、もうお金持ちそう。え、わかんない、読めないよそれ、行ったことないようなとこなんだろうな。駒込好きですね。あとなんだっけ、誰か言ってたやつ、ため池さんの音、うん、でもなんか有楽町も好きです、すんごいなんかって感じ。それいいね、報酬よ、九段下か、すごい、暴露横地山、暴露横山、怖い、
代々木いいね、永田町いいね、八丁堀ってさ広島にもあるけ変な気分。あバーリーさんありがとう。シルダルちゃん桜だもん、いいね。うわ水道橋いいね。おしゃれなとこなんだ。じゃ有楽町線で、有楽町線、有楽町線あんま乗ったことないかもな。うーん鈴木秀和誕生日じゃねえだろう。そんなとこ表参道とかやばい。あ飛びのかな、自由が丘好き。何鎌田駅なんてあの新宿三丁目とかいいよ。三丁目とかあんだ。新木場いいですね。五国寺、麹町、御徒町しか勝たんよね。御徒町、ため池さんの駒込、この3つですかね私が好きな響き。これつぶやいたら誰かに反応してもらえるかな。私が好きな駅の響きの駅は御徒町、ため池さんの駒込です。てか私このベッドで寝てたらさ、めっちゃ鼻詰まるんよね。あ、金目町も好きです。金目町、江戸川橋も好きです。奈々子さん反応しそう。奈々子さんめっちゃ知ってるよね。金目町渋いの、月島かぶってるよ。全然知らないところだよ。どんなストーリーも覆すようなさせれる。わかんない。赤は何それ、海浜公園とかもう最高じゃん。錦糸町いいね。東京テレポート駅なんてあるの。じゃあ調べてみよう。他はじゃあ何線で行く次。それつぶやいてみる、誰かに刺さるかな。心にも映せやしない、ダララダララダラララララララツララトゥルル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 ドゥ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 。サムネイルにしよう。パッパクパー、眠たくなっちゃった。10月
5月5日、東京で花だれ公演あんだ。あら、素敵だね。じゃあつぶやいてみてあげる、つぶやいてみてあげる、もう上から目線にも。つぶやいてみたよ。寝ないよ。うわ、押し上げも好きです。押し上げ、押し上げ、虎ノ門ヒルズ駅やばいよね。虎ノ門駅、虎ノ門ヒルズってやばいよね。東雲最高じゃんねえ。 NST で新潟行けるの超嬉しい。つぶやいたよ。そう、押し上げ好きよ。虎ノ門も好きやし、桜田門も好きや。駒込御徒町、ため池さんの新橋、何これ、馬食い町、何これ、爆食い、爆爆町、八丁堀、池袋、ため池さんのって感じ。みなとみらいもいいね。飛鳥山最高じゃん。両国、暴露町、浜田山駅、蔵萌え、八王子やば、王子やば、ショートコントでネタになる。暴露町、暴露町つるか、亀戸天神、なんかうどん美味しそうな名前してんね。ああ、白金高輪みたいなやつね。もう難しいよ、そこになんか誰かのフルネーム漢字で4つつけられても、うん、信じちゃうよ。山本、うん、吉和みたいな、今適当だよ、うん、言われても全然なんか、あ、そういう駅あるんだって読んじゃいそうな。あ、にゃん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 、絶対嘘やろ、絶対そんな名前のないけもうとか言っちゃう。さっきもコメント来てたけど、岡山でマイカー公演あるんか知らんけど、私選ばれちゃうんか知らんけど、そのメンバーに。それとか花だれ公演、東京で花だれ公演とかもめっちゃ楽しみよ。全部ストーリーも覆す。岡山出身な、そう、岡山出身。バリーさん、シルダルありがとう、ありがとう。わ、静岡いいね、いいね。静岡県行ってみたいんだよね。爽やかのハンバーグ食べたい。そう、岡山の奇跡、私。あー、眠気全然収まんないや。静岡行きたい、教えてくれる、静岡ここだよって。岡山こ、
間に合わんよ仕事終わりに。どうやって来るん？新幹線。車だったらもろ間に合わんね。ねえ寝ちゃうよ。あ、そっか、かなあちゃんと静岡出身。なんか3期生の子たちってさ、すごいいろんな地域の子が多くて面白いよね。すごい、そうなのね。あー寝ちゃうよ。イカそうめん食べたいな。赤坂見つけやばいね。赤坂だけじゃない、見つけ美味しそう。なんかバリーさんありがとう。シェルダル、こもり歌歌ってくれるの？なんかそんな実家の話すごいんだけど、すごいよう知ってる。まあこの配信はまあ19時半ぐらいまでしようかなって感じです。あっという間すぎてびっくりなんだけど、1時間半。どんなストーリーも、もうみんなラブだわ。写真にも写せやしない。実家の最寄り駅どこ？ねえ、楽しい時間はあっという間に過ぎちゃう。みんなと発声練習で遊びすぎたから喉が変。明日め、今日めっちゃ早寝しちゃるいね。早寝しちゃる。どんなストーリーも別れず、寄り添って。せいくんお疲れ、ありがとう。優しいね。ダメだよもう喋れない。雑司ヶ谷すごっ。雑炊美味しそう。雑炊食べたくなってきた。雑司屋がで、雑司ヶ谷、雑炊が美味しそうしか出てこなくなっちゃった。かわいいね。今梶原美宇ちゃんのツイッターをさ見てるんだけど、面白くていいねしちゃった。丸焦げのなんか面白いねこの子。私もうさ年少メンバーが可愛くて可愛くてたまんない。うちの清水さらちゃんもとっても可愛いんですけど、今日って大園桃子さんの誕生日じゃん。
嬉しい。トラありがとう回復薬。スクラミオンス、え、東大前って駅あんの？大優勝じゃん。サクラミオンさんありがとうね。バリーさんありがとうね。食パンドさんありがとう。一緒に寝てるみたいでドキドキする。トラッキーさんありがとう。カー君も春日あれだよね、春日って埼玉とかにあるよね。高田のママも好きだからね。みんな誰のあれなんだろう。10月5日って2公演なの？すごいね。楽しみだ。なや、バリーさんありがとう。シルダルちゃん、うん、はえニコタマ川優勝、かわいい。ニコタマ川、うん、またみんなこの話いっぱい盛り上がったからまたしようね。二子玉川だった。夢なんかいいね。もうやばい、この話尽きないから。みんな私は今日はあと3つメール送るからね。多分3つ。そしたらお風呂入ってすぐ寝るから。でもその前にちゃんと台本セリフちゃんいっぱい覚えるからね。次バンジージャンプの練習するとき、うん、あーすごいね練習してきたんだって
いっぱい頑張ったねって心の中で思ってもらえるように頑張る。メール待ってて、あとインスタグラムも投稿するから。マリーさん、シルダルありがとう。なんか今日はたくさん、おいメール読めよ口が悪い。メール読んで。うう、とにかくまた明日ね。今日の配信は以上。そうだよ、私オラオラ系だから、俺様系だから。私俺様は俺様オラオラ系女子だから。バリーさんありがとう。シルダル、私の本性は俺様オラオラ系女子。オラ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 、ジョジョだから私、ジョセフ・ジョースターだから私。バリーさんありがとう。シルダルちゃん、花ちゃんさん、わかるって、ありがとう。配信ありがとうございました。うわ、もうこの時間。花ちゃんさまやありがとうね。バリーさん、シルダルありがとう。いっぱいありがとう。シルダル、みんながシルバーダルマさんをたくさんたくさんたくさん送ってくれたから、すごい、なんか今1位みたいな表示がさっきはされてたんですよ。だから嬉しかった。もう50分前とかかもしれないけど、私が最後に見たの。知ってるよ、私のお兄ちゃんがジョジョ見てたから、私もジョジョ見てた。全部知ってる。ワンピースもお兄ちゃんが見てた。ムーミン谷のムーミンもお兄ちゃんが見てたから、私も見てた。テレビのチャンネル権利は基本お兄ちゃんだから。どうしたの？バリエさん、シルダルありがとう。誰がオラオラ言うの？ムーミン谷のムーミンもお兄ちゃんの影響でずっと見てたから超得意だよ、ムーミンの話も。バリーさんありがとうね。じゃあ19時半になったので終わろうかなと思います。そう、お兄ちゃん可愛いでしょ。じゃあまたね。こんなゴロゴロシュワシュワスヤスヤ配信でしたが、見てくれてありがとう。あ、知らない。空城城太郎？ああ、城太郎。これ空城？これ。空城？マサさん、ありがとう。回復薬。楽しい配信でした。ありがとう。ムーミンコナン君と一緒のせい。え、マジで？結構ギャップかも。確かにちょっと思ったら。ムーミン。ムーミンはー。みたいな声だもんね。バリーさん、ありがとうね。シルダル。よし、じゃあまた後で、明日、あと何時間後かに会いましょう。空城のね、あ、教えてくれてありがとう。ではまたねー。39位から、テイカーさん、キヨニー、ポンコツさん、ヨイチさん、ムービングさん、食パンダさん、アキさん、ヒビキさん、タコミンさん、セイくん、クニちゃん、アッキーさん、トリガーさん、タクマさん、ビーショップアウトさん、シラスさん、パピポンちゃん、おへそさん、ゴミゴミ、ミキヤくん、佐々木さん、ミツさん、ボヤッキーさん、カーくん、キハさん、あやかちゃん、スノー、小川タンさん、鈴木秀和さん、クジラトさん、ニョッキーミルンさん、トットラーヒロピーさん、そして本日の秋元先生枠はトラッキー先生です。ありがとうございます。メロンパンさん、ズーデスさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位お花ちゃん様でした、ありがとう。第2位コバさんでした、コバさんありがとう。そして第1位はバリーさんでした、バリーさんありがとう。そしてみんなでした、みんなありがとう。トトラ回復薬ありがとう。トトラお疲れと、ありがとうもありがとう。バリーさんありがとう。こちらこそお疲れも、こ
こちらこそありがとう。お疲れ様。今日も一日お疲れ様。みんなもお疲れ様。バリーさん、シルタルありがとう。ゆるゆる配信楽しい。よかった。私もゆるゆる配信初期。じゃあまたメール送るので待っててね。じゃあそれでは行きますよ。せーの、えいえい、おーやすちー。みんな健やかに。またね。バリーさん、シルタルありがとう。じゃあまたね。またやるね、配信。じゃあおやすみ。目の奥にあるフィルムで映す映画の話。さあ、ナリトのしんちゃん、ありがとう、ありがとう。やばい。